問でいただいたフェイキーオーリーのハウトをやっていきたいと思います。では、フェイキーオーリーの解説をしていきたいと思います。まずフェイキーオーリーってメインスタンスのオーリー、普段僕はレギュラーなんでこういうスタンスでこっちに進みながらオーリーで、それを逆方向から、このスタンスの形は変わらずに逆方向から来て前を弾いて飛ぶのがフェイキーオーリーです。でまず、スタンスから、スタンスは本当レギュラーのオーリーと僕は変わらないですね。ただ実はちょっとだけ前足じゃなくて後ろ足が、もう本当ね、幅でいったら1センチぐらい、1センチぐらい中に、ほんのちょっとね、この見えてる木の分ぐらいこうって中に僕は入れてます。なんでかっていうと、叩いた時にこう詰まりにくくするため、少しだけ中に入れてます。やり方は、オーリー、普段のやるオーリーって僕真下に叩けってよく言ってるんですけど、フェイキーオーリーの場合は前に進行方向側にちょっと叩く、普段のオーリーが真下でここならイメージはこの辺、このノーズ1個分ぐらいかを前に叩くようにしてます。だからあれだね、普通のオーリーだったら引き叩きみたいな感じのやり方してますね。で、タイミングとかほとんどあんま、ほんとメインのオーリーと変わらないんだけど、これあのメインのオーリーがうまく弾けない人とかにも俺結構いいかなと思って、メインの折りが弾けない人結構この練習いいんじゃないかなと思っていて、フェイキーで滑る分、踏みすぎたら詰まっちゃうよ、なんで結構このタイミングが重要になってくる技なんで、メインこう普段やってるやつでテールがの叩きが遅いとか、ね、こう地面を踏んじゃった感じになっちゃってるって人とかはフェイキーオーリーの練習を一緒にやってもいいんじゃないかなと思います。結構タイミングつかみやすい技の一つじゃないかな。で、フェイキーオーリー意識することは今言ったちょっと前に叩くで、次に上半身、体の使い方、こう引き叩き前にこう蹴ると体がこっちに行きやすいんだけど、その時に行かないようにする、ちゃんと体は
足だけこう、下半身だけこういう風に動くようなイメージで、上半身はもう芯がある感じで、ちゃんと軸を作って真上にと。そう、ちょっとこうやってなるとね、着地でズリってなったり、逆にこっち行っちゃったら詰まったりしちゃうんで、うん、できるだけこう真上に、板の真上に自分の体はあるようにした方がいいと思います。それ以外はね、本当僕の中でオーリーと一緒で、まあしっかりタイミングよく、まあ弾きがね、真下じゃなくてちょっとだけ前にしてるっていう違いはあるけど、弾いて足やるとキックが来て上がってって感じなんですよね。うん、そうだね。まあ失敗、定期オーリーうまくできませんって人の失敗は、大体この叩きがね、うまくいかなくて、踏みすぎちゃったりするから詰まったり、下に弾いたりするから体が参っちゃったりすることが大体だと思う。それぐらいかな。だから、まあ本当メインのオーリーでタイミングがつかめないって人は一緒にフェイキーオーリーやってる。僕は全然いいと思うんで、僕も結構フェイキーオーリー、フェイキーオーリーで結構オーリー覚えたかもな。メインのオーリーもやってたけど、フェイキーオーリーでタイミング上手くなったら、なんかメインのオーリーが結構高くなってましたね。はい、あとボックスとかやりだしたら、ちょっとオーリーが気づいたら安定してました。僕のいらないオーリーのあれですけど、はい、そんな感じで頑張ってやってみてください。